はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジーを始めていきましょう。今回は愛のバレンタインチョコバトルシュシュクエストです。次のキャンプはどこに行こうかな。前編になるんじゃないかなと思います。しずくちゃんへのチョコの形悩むな。土属性つけましょう。こんなことでよければ。守りもしっかりしなきゃ。どうだ。レベル15って最大レベルだったっけ？痛い。私たちで頑張ろう。せーの、行きます。レベル15最大かな。私がやらなきゃ。お客は足が速いから。みんなのおかげ。バレンタインのお返しは物よりデートがいいな。土属性いきましょう。メリー思い切って起用です。おっと、3超えてしまうよこれをやったら。誰も怪我させません。カオスパイラルです。お願い、間に合って。攻撃は最大の防御。回収一色。今は我慢の時だね。こんなことでよければ。これで決める。アフターヌーン。了解した。まずは在庫を取り寄せ。必要なものが外車とケーキスタンド。お菓子とケーキ準備。
あとで提供するだけ。これはどうしたものか。当然の結果。メリーが6まで行きました。しずくちゃんへのチョコの形。行きましょう。って、敵ですか？きっと大丈夫。応援の力はすごいんです。健康一滴した。当然の結果。順調です。しずくちゃんへのチョコの形、悩むな。初球。攻撃は最大の防御。これは痛い。誰も怪我させません。攻撃は最大の防御。ここでシュガーの活躍を見たいとこです。シュガーの力見せてあげる。シュガーを怒らせたね。私だって本気になるのよ。行きます。間違えた。アフターヌーン了解した。みんなのおかげ。ユニークガールズをクリエイクラフトを獲得できるようになった。しずくちゃんへのチョコの形。すみません。ありがとう。助かった。
報告可能？キルリンウェイウェイクリアしてたっけ？作りたいのか？私の家具に不備の二文字はない。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。これかな？コン先生依頼受注となってますが、作りたいのか？作りたいのか？この間戦国に教わった甘味どころ、マジでレベル高かったよな。うん、余裕があればですね、こちらもやっていきたいと思います。今日はどこかへお出かけしますか？ご案内しますよ。うち、この戦いが終わったらカレーを食べるんだ。条件ですね、クリアが厳しくなるっていう収集クエストか。皆様のやりとりを。私が好きなのはアリスですよ。すっ、皆様のやりとりを。最後に残ったものを使って、この戦いが終わったらカレー。これが難しいな。そうそうですね。月属性かな。シャミ子行こう。
匹倒しておこう。気合を入れて、いざ。何するんですか。ここだ。守りもしっかりしなきゃ。つかずに倒しちゃいましょう。当たってください。もうちょっと。そりゃー。 OK、 これ立て直し。私だって。全員揃った。当然一匹倒します。はるかは私が守る。うわー、一匹だったかな。これで行きます。これで回復回復。次が問題のボス戦だが、皆様ご一緒に。一体倒します。この技で勝負だ。どうかな、聞いたかな。攻撃力落ちてるんですね。気合を入れて、いざ。わっ、一人一人がもう簡単です。やちょっとシャミ子出しますか。いくよ、みんなもお願い。結構ダメージ与えましたね。もうちょっとだ。倒しました。当然のことをしたまでです。いかに残り一人してしまうかっていうのがポイントですよね。細野晴美です。花の髪飾りは地球でいうパスポートみたいな感じ。すみません。ありがとう。助かった。早朝、早起きは三文の徳。こっちは今だけ。交渉成立。交渉成立。421です。
交渉成立。違うわ。鍛冶屋だ。おはよう。朝から鍛えるぞ。もうちょっとでこれ満たしそうですね。こちらは。というかこれさえ三国志さえ獲得できればクリア。一方こちらは。まだレベル14か、スキルが足りない。もうちょっとですね。もうちょっとで、進化ができます。ってことは、この三国志を重視して、ゲットできるクエストがあればいいってことですね。朝のトレーニング。気持ちいいわね。おこれです。それじゃ行ってきます。素材集め6に三国志がありました。これで、素材を取りに行きます。しっかり練習する。はい、ということで。ありがとう。助かった。しかもこれでガチャできますよ。その前にこの日はおはようございます。今日も頑張りましょう。バレンタインキャラクターピックアップ召喚ですね。こちらの初回実感召喚を行いましょう。8番以上です。8番ですね。高橋ゆき初登場か。よう、私は高橋ゆきだ。よろしくな。ここは異世界で私はナイトなのか。まあクラスメートに宇宙人もいるし、異世界に召喚されることもある。いや、ないか。次回も頑張ります、うん、またいつでも来てくださいね。はい、というわけで、次回、バレンタインイベントのですね、みんなに収集クエスト、しずくちゃんへのチョコの形、悩むの、後編をやっていきたいと思います。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。この
ゲームプレイですね、プレイリストに記録しております。動画集です。説明欄にアドレス貼っております。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にこちらもアドレス貼っております。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。